勝で次に出てくるのは中堅は試衛権ですね。関西の関西のまあ有名な方ですね、この人も。はい、全員ね本当に強いですからね。そうですね、まあ、ユンも後ろには一星君も控えてますんで。そうですね、一星の後ろにニットさんも控えています。なるほど名前は変わっております。名前変わってますね、これニットさんなんですね、はい、そうです。さあ三沢ユン、結構そのダメージが取れてますね、数字技 で、 でユンでダメージ取ると自動的にこのゲージが溜まるので。そうですね、はい。ただここの画面端を逃がさないように頭脳が剣のコツと。そうですね、ここをいかにこの距離でキープして。ただここは壊しで、おっとここはうまい手前落ちに中大、うまいですね。おっと波動拳、これもですね置き攻めちょっとバックダッシュしてやっぱリスクを抑えて。なるほど、バック中黒弱弱中とかをもらう可能性がある。そうです、バック中黒があったら死んじゃいますからね今。そうですね。さあ大足確定詰めてますね、しっかり。さあここはミサネの原神、はい、この前方転身はガードしてでも崩されてしまう掴み技の投げです、はい。ただシエケンが優勢に押しているが、ここは下風呂ちょっと前に歩いて下がってグラップを誘いましたね、はい、あの一瞬の駆け引きがサードのなるほどなんですよね。さあここは死んでしまった。シエが止めて時報に出てくるユンは、中足絶唱武田増田一世ニットのいずれかとなります。なるほど、ただ目は三沢君仕事しましたね。三沢君仕事しましたね、はい、貴重な先鋒戦を制して3人目まで持っていきましたので、はい、さあ時報は武田、この武田というプレイヤーは、スト4でエルフォルテを使っていて、はい、まあ、攻撃であの梅原さんとも組んだことあるということをひたすらもうすり続けて早10年くらい経ってますが結構前の話になりますね。ただ、まあ、スト4では相当な強豪だったということで。なるほどなるほど、はい、今はサードプレイヤー。そうですね、もう今すっかりサードストライカーと名乗ってます。まあ僕らも交流があります、はい。彼は展開が早いタイプなので。なるほど、決着が早くなるかもしれないです。ただしゃがみ台足が使っているが、おっつりはなしと、はい。さあここで幻影陣、今の赤風呂ですか、赤風呂を狙ったんですかね。強気に打っていく昇竜拳、ここら辺も大会ならではですね。そう、この中足絶唱が武田の異名というか。なるほど、名前になってますか。そうですね、中足。さあ、おっと赤風呂、赤風呂立ちくらいなら陣内はつながりません、はい、しゃがみくらいだと陣内がつながります。さあ武田ここはつなげていきたいが、そうですね、ここはでもこれを決めるとゲージが4割回収できるので、はい、まあ、次おっとこれは確定陣内、よく見てる画面を。さあ素晴らしい、サードは削りに対してブロッキングがあるのでうかつに削りにはいけないんですが、まあ、丁寧に中パンチからと。今のはシップじゃなきゃ確定と、決断には確定ですね。なるほど、はい、さあただここはターゲット今度か、これが大パンループと呼ばれる、少しミスってしまったか、はい。さあ橋攻め手裏剣かなりうまいですが、そうですね、ここから逃がさないようにというところですが、ここは切り返して、ただユンガーもゲージが今はないので、はい、そんなに強気にはいけないところですね。そうですね。さあここは勝利割り込み、あそこで勝利で割る人は初めて見たかもしれない。さあ武田ここは仕留めていきたいが、あここをしのいだら剣のターンが来るか。さあ中段はしっかり見てから、ね、間合いのキープがいやらしいですね。おお、これは確認ですか今のは。確認ですね、さすがの中足絶唱武田ですね。異名を持つ男ですか、はい。さあ CA 剣がまずはジャンプ台下から、さあこの間合いをキープし続けますね CA 剣、はい、ここの距離はユンといえどもきついと、はい、今の飛び防止もうまいですね。さあここはここで最大、素晴らしい、こう反撃は難しいんですが、ゲージのゲージも終わってしまうと。さあまた中足でしょう、ただミサガード硬い、ミサじゃない武田、ああただ投げて、さあシエケンが取り返して、これで星は並びましたね。お互い中堅ですね、お互い中堅対決と。シブスポ残るは増田一世ニット、パワースポット高千穂はシエ、マチケンで試験です。なるほど、マツケンではありません、マチケン。マチケンさんは九州の方なんですか。九州の強豪です。なるほど、はい、次に出てくるユンは増田ですね。かつてはあのマジュニアという名前でよくプレーをしていましたが、もともとチェンリーですよね。そうですね、はい、
ただ今はユンにキャラ替えをしているのかな。そうですね、もうちょっと最近一線からは退いてるんですが、ユンを結構やっていたと。さあここは流れを止めていきたい。やはりこのユン対ケンっていうのはサードの中でも屈指の面白い組み合わせなので、はいはい、展開が早いですし、なるほど、見ていても面白いですね。まあ、ボスはどっちも使いますからね。そうですね、僕はどっちもやってます。さあここは投げていく強気に。さあここでどう崩すか。あ、前方転身、これは安定コンボ。まあ、もちろん前方転身は投げなのでその瞬間ジャンプとかすればいいんですけども、そうすると打撃を食らって打撃から崩されると補正がないのでものすごい減ってしまうと。まあ前方ではしょうがないところもあると。そうですね、必要経費という方もいますね、前方転身は。ただ回転が早いですね。早いですね。さあシエケン、ここはうまく切り返したが、さあ投げて、投げて、ここはとここの、おお、いきますね。立ち中継連打してましたね。ユンが体力リードしてるんですが、陣内でもう身体力だったので、はい、結構強気にいきましたね。ユンは体力がないっていうのがまあ一応弱点、まあ、弱点でもないですけど。そうですね、弱点ですね、はい、EX2 章打っていく強気ですね。立ち受け結構機能してますね。そうですね、ダッシュ止め、飛び防止など。さあこれ読んでいる。ここも最大を決める、最大警察と言わんばかりのさあここはちょっとミスってしまったか。さあ強気のダイヤシー、わし絶唱、お互いねこれ大会ですね。そうですね、これが殴り合いですね。バッチバチですね、はい、インファイター同士です。さあ最終ラウンド、ユンはもうすぐゲージが、剣は2本ですね。そうですね。さあこれ巻き込まれて、さあ画面端、さあこれうまいですね、逃がさないように。そうですね、やっぱ飛び防止がうまいですね、はい。さあ最後見せてしまったか。さあここで確認をしている、はい、きっちりつなげて、さあここは昇竜拳、こっちも打っていくさあこれまだ分かんないですよ。さあ分かんないですね、これ熱くなってきました。さあゲージもたまる、これは発動できますね。ここきっちり当てれるかどうかですね。そうですね。さあうまく逃げた、逃げて、ユンガは体力がないが、さあここはスタビロ、悔しい陣内を決めて、シエが3人抜きですか。シエがかなり勢いがありますね、今のところ。そうですね、一斉とニットユンとどっちが出てくるんでしょうか。ただ残り2人が、まあ、僕の読みでは一斉よりニットが、ゼロ勝ちマンが出てきました。ゼロ勝ちマンという方は、まあ、これはもう伝説の古豪ニットです、ね、なるほど、ゼロ勝ちマンと名乗ってますがニットです。さあこれ対象クラスに近いユンガマは出てきました。あの伝説の攻撃を2回優勝しますから、ね、なるほど、もう強豪とかの話じゃないですね。ただここはシエケン、はい、しっかりこれ見てますね。そうですね、雷撃の対処ができてますね。ただここは暴れ返していく。さあここも確認中はしてるでしょう。昇竜拳、を打っていく。今のどうなんですか、勝利拳は。大パン1点読みか、まあ、中足にももしかしたら勝つのかもしれないですね。なるほど、あのすごい冴え渡ってますね。さあただきっちり通して、ここはまずは優勢に1ラウンド取ったのがシエケン。さあこれもこの間合いがうまいですね。そうですね、まあ、普通やっぱり置き攻めなんで近づいて攻めたくなるんですが、いい間合いを切って、これ拾う、しっかり拾って、こう途中からだった時はやっぱりゲージが結構回収できるので。なるほど、まあ、しかもダメージも取れてましたね、今のは。そうですね。さあ、ニット試合を作るのがうまい。ここは使わない。リープでフィニッシュと。そうですね、もし、まあ、使うか使わないか迷うところですが、使わないで勝つとすごい3ラウンド目がいい形で迎えられます。さあ、ここは中大陣内。さあ、この後強制置き攻めがついてきて。さあ、画面陣投げて。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 さあ、これブロっているか。あ、こっからニットユンどういくか。ニットユンちょっと苦しいが、さあここは強気。さあシエが4立て、大将は一世ですね。一世ユン、あのエボリューションも優勝したことがある。一世ユン、まあ、一世ユンもかなり昔からの、まあ、古豪と言われるのは相当もう15年プレイヤーですね、はい、本当に。ただまあかなりの力を持ったプレイヤーなので、ここは大将にふさわしい強さを持っています。中側は結構今勢いがありますね。中堅で4立て、
さあユン側は大将一斉、剣側は中堅のシエケンです。さあシエケンの通常ダメージかなり取れてますねこれ。はい、信頼を使う前に、さあここはターゲットから発動。あ、前中前中で崩して前方、これは全部で4回りくらい減ってゲージも美味しいと、はい、ここですね。ここでゲージを、おお、うまい、反応がいい。でまた溜めて発動。さあリーパーしっかりガードしてる。ここは巻き込まれて、さあここ下ボール狙ってますね。そうですね、グラップも誘って、素晴らしい選択肢でした。反応がいい上の、あー、前足、ここ当たったら死ぬ台足を。台足。さあシエケンも最終ラウンド1本取ってますが、ノリノリですね。はい、おっとこれは確定している。確定ですね、幻影陣中のタッチガードすれば。素晴らしい反応を見せてますね。はい、ただ一戦負けてないですよここは。そうですね、まだ幻影溜めて発動、はい、ただ遠距離なのでちょっと、ここはきっちりかり決めましたね。ちょっと近づくのがねやっぱ難しいんですよね、遠距離で発動すると、はい、なるほどなるほど。ただユンはここはゲージがない状況でファイナルラウンド、はい、そうですね、ここは当てていきながらゲージを貯めると。そうですね、さあタッチ中パンチ、これも難しいですね、遠距離中パンチ。さあここは投げしけ見ている、足から台形を刺していく。さあちょっと一斉苦しいか、さあ鉄さんが刺さって、さあここはゴタテでシエケンが締める。前ダッシュでくぐりましたね。